いや、お兄ちゃん反応してよ、なんか。いや、すっごい気持ち悪いな、撮ったの。何が？花彦のその笑い。いや、なんで？だって皮膚が剥がれてるんだもん。やめろ、それ。いや、てか何なのこれ。今日来てもらったのは他でもないんだよ、うん、いや、だから笑うなって。いや、あのね、ミキ、うん、先生ばっかりフューチャーされて、アナヒコ、アナジロー兄弟のことは誰もフューチャーしてくれないんだよ。いや、されないよ。いや、されるはず。だから、だから、だから、されないよ。はい、今回僕はこの枠をジャックすることに決めました。ジャックすることに決めました。協力お願いします。いや、俺協力するって言ったつもりもないし、そもそもなんでここに連れてきたのよ、だって俺の名前入ってないじゃないのよ、アナジローの話。アナジローだ、アナジローだ。話がないじゃない、穴っこばっかじゃない、それ。穴が入ってる、穴が。お兄ちゃんは器が大きくって習ったはずだよ。いや、器はちっちゃいです、ちっちゃいですよ、ものすごい。ちっちゃいの？ものすごいちっちゃいです。それ自分で言っていいの？うん。いや、だからこれ何やるんですか結局は。いや、この時間を使ってね、まあ、昔理科の実験や科学の実験、そういう授業を受けた時に、なんかこんなことあったなとか、なんかこんなことあったなとか、あー、なるほど、こんなことしたななんていうあるあるかなんかを、はい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 、あれ何でしたっけ、あのリトバルスキーじゃなくてリトマス紙ね。そう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 、ああいうやつをやってるってことでしょ。そこ間違いようがないけど、リトマス紙で、で、いろいろあれやったよ、これやったよとか、まあちょっとみんなも昔こういうのやってたけど最近やってみようかなとか。じゃあ僕らを見て、ああ懐かしいなとかね、あ、こういう実験今度してみようって。そうですね、いうことですね。見てる皆さんが、お子様たちにもぜひ、あ、そんなことがあったんだって気づいてもらえればということで、ね、それだったら協力するよ俺も。ありがとう、お兄ちゃん、子供たちのためだったら俺も。じゃあ今日から一つ、うん、よろしくお願いします。よろしくね。